その日は朝から雪が降っていました。私と弟は外で遊びたくてうずうずしていましたが、風邪をひくと困るから雪が止むまで待ちなさいという母の言葉に従って、家の中で一日おとなしく遊んでいました。冬の夕暮れは早いものです。5時といえばもう暗くなってきます。その日雪が止んだのは5時を過ぎていました。雪が止んだので私と弟は外に出たくてたまらなくなりました。母から1時間だけという了解をもらって私たち兄弟は外に飛び出していきました。薄暗くなっても世界は一面の銀世界。降り積もった真っ白な雪のおかげでそんなに暗くは感じません。当時私たちが住んでいた家は田舎だったので、家の前には田んぼが広がっていて、車も少なかったせいか道も田んぼも何の足跡もなく、ただ真っ白な雪原でした。私たちは嬉しくて誰も足跡をつけていない田んぼを歩き回りました。ふわふわした雪に自分たちだけの足跡がどんどんついていきます。家の前の田んぼはすぐに私たち兄弟の足跡でボコボコになりました。でももっと足跡をつけたくて、私たちは道向かいの田んぼの方まで行きました。道向かいといってもわずか2メーターばかりの狭い道路を挟んでのことですから、家はすぐそこに見えます。そこもやっぱり真っ白で何の足跡もついていません。たった一つの街灯が雪の田んぼを青白く輝かせていました。道から田んぼを見ながら、私たちは足跡で顔を描くことにしました。スマイル君のような顔を二人の足跡で描くことにしたのです。どっちがどの部分を担当するか決めた後、私たちは真っ白な田んぼに入って夢中で足跡をつけました。頭の中で完成図を想像しながら、足元と自分の通った痕跡だけを確かめながら、夢中で絵を描くのに没頭しました。絵が完成するのに15分もかからなかったと思います。それぞれの担当が終わると、私たちは道に戻って出来上がった絵を確かめようとしました。ところがそこで私たち兄弟はおかしなものを見てしまったのです。二人で道に並んで田んぼを見たとき、私たちは同時に息を呑みました。それから二人で顔を見合わせてもう一度田んぼを見ました。私たちが足跡で描いた顔の向こうに着物姿の花嫁さんが立っているのです。白むくの花嫁衣装を着て、日本髪に角隠しをつけた花嫁さんが青白い雪の田んぼに一人で立っているのです。私たちがここに来た時、もちろん花嫁さんなんていませんでした。それにその花嫁さんの周りには私たち兄弟の小さな足跡がついているだけで、花嫁さん自身が歩いてきた足跡はどこにもありません。頭や肩には少し雪が積もっていて、口紅だけがやけに赤く見えました。私たちは怖くなって同時に駆け出しました。家の明かりはすぐそこに見えます。悲鳴のような声を出して玄関に入ると、母がびっくりして出てきました。二人で見た出来事を話すと、母は笑って済まし、外を確認もしてくれませんでした。高校生になった時、弟とあの雪の夜の出来事を話す機会がありました。あんなところに角隠しの花嫁さんが立ってるなんて驚いたよねと私が言うと、弟は、いや、花嫁衣装は着てたけど首はなかったよと答えました。そこで改めて私はゾッとしたのです。